長井玲水曜の哲学者たち哲学者の長井玲さんがささやかな哲学的問いをリスナー部員のあなたと一緒にもやもや考えていくお時間です今日の問いはお便りですねはい。ラジオネームカレーライスは食べ物ですさんから、うん、はい。あ題名ね哲学と書いてありますおお。でもカレーライスは確かに食べ物だよな本文、うん、運が良いとは点どういうこと びっくりマーク。うん、はい。以上。あ、以上。以上 <laughs> 一言メールもいいですね。ねいいですね。なんかその問いのね、本当問いがやってきてしまって、急いで送ってくださった感が。すごい嬉しいですね,ね。すごい。すげえシンプルでしたね。<laughs> タイトル哲学。本文問いなの。おお、いいじゃないですか <laughs>。なんでこれが気になったのかっていうこと自体がすごい気になる。 <laughs> なるなと思ってなんか人の問いってまず面白いのとそしてそのなんでその問いが気になるんですかっていう理由も面白いんですよ結構だ哲学対話ではそこも丁寧に聞き取ったりするんですけどまあ、でもあの今回その1行メールなので <laughs> 運が良いってどういうことなんだろうかこれ3人でねで考えてみたいですが,運がいい、ね、え運がいいなーって思った時ってありますお二人は いや,やっぱりあの僕が大好きな荒木ひ彦先生の「徐々に奇妙な冒険」っていうのがあるんですけど、はあ、その第4部の「じゃんけん小僧」っていうのがいてね「うん、運が最強だ」っつってこうやってガラス小僧を <laughs> ガラスにバーンっつってやって <laughs>、はい、こう「ガラッとこうやって俺う僕は今最強だ」っつってこうやってやるって、はあ、こガラスの破片が一切彼の,を通 <laughs> の近くを通らないっていう。<laughs> でそれはもうあの <laughs> のがあって、はい、で僕はそれ以来あのじゃんけんとか運っていうのはあのもう荒木理論なんですけど、はい、意思の強さだっていうのを<ー>もう信じてるからもうあのなんか,か運が強いとは何がいいとは何かってこれは意思の強さではみたいなあのそうですねじゃんけんもあの基本的には運でとかじゃなくて意思の強い方が勝つっていう荒木理論を信奉しているのでちょっと僕はもうこれでもういいかな。それ でもう少し聞いてみるとその意思が強いってその「勝つぞ!」っていう意思が強いってことなのかもしくはこれは全部俺は運が強いんだって自分自身で思い込むというかい<や>っていうことの意思の強さですか。という自分の力で切り開くんだってこれ荒木理論なんで <laughs> 荒木理論は基本的にはもう自分の力でとにかく切り開いていくのだっていうこの意思が強ければ強いほどあのじゃんけんも勝てる。 で結果的に勝てるっていうだからこうこううガラスに石投げても、うん、こうやってバーッとこうガラス何か飛んできてもうん、うん、当たらない<ー>当たらないんですよ <laughs> この時のじゃんけん小僧はえそのちょっと混乱したのはそのガラスが飛んでくるとじゃんけんは関係あるんですかもちろん石が強いから<ー>運を切り開いたと <laughs> 俺は今運を取ってにもう味方につけてるぞっていう ことでね、うん、岸辺露伴に挑んでいくわけなんですがその結果はあの、ちょっと後で検索荒 <laughs> 木先生の、ね、<laughs> 生き方とか格言みたいなの出すのかと思ったら運といえばそれしかないですからね西川さんはこれ運がいいなーって自分のことを思ったりとかあ運が良かった今とか思った瞬間ってあります うんあ運がすごい <laughs> いいないいなと思っていい方ですかでなと思ってはいはいそれだけだなと思いますね人生えどういうことどういうこと運がすべてあじゃあでしかも自分は運がいい方だって思ってるあ、うん、<お>それはつまりどういう状態ですかと、えー、例えばうん受験はいはいはい就職はい うーんそういうんそいところですかねなんかそのそれ運がいいなと自分のことを思う時っていろんな背景がきっとあって一つはこれは私の力ではない。 って思思ううことだとだんですよね,、うん、すね私の能力が長けてるからじゃなくて、はい、運が良かっただけですっていうふうにある種謙遜したりとかこうやって帯持てるのは運が良かったからなんですたまたま巡り合わせなんですみたいな言い方をするじゃないですか。で一方で石野さんが面白いのは自分の力で切り開いていくぞってことが運の良さなんだって、うんだね、実は。 ちょっと違うっていうか、矛盾してるんですよね。それが面白い、うん。あの、まあ、一応もう少しだけ真面目な話をすると。とととあの、もう少しだけ真面目な話をすると、<laughs> うん、あの。最近、結構、この経済学とかね、ああいう哲学のジャンルとかでも、はい、まあ、マイケルサンデルしかりだけどさ。運っていうのは、まあ、一つのこの要素として見直されてきてるんですよね。はい、で、運がいい。 っていうのはつまりこの能能力主義に対するアンチとして、うんうん、いやそのなんか世の中の人たちはみんな自分の努力で掴み取ったと言ってるけど、うん、成功っていうのは別に対してその努力とかじゃなくて、うん、実は運っていうのがほとんど重要です、す、うん、運っていうのをなんどういうふうにコントロールいうかっていうと、あの要するに自分でコントロールできないものの総称なんですよね。うん、そうですよね。もう自分ではコントロールできませんっていうそんな相手のもあるしっていう、だからそのそこのなんかこう総称じゃないですか。 っていうこうでもそう運がいいってのはつまりその自分にとって要するに自分でコントロールできないものがあの自分の決定とかをこう後押ししてくれたみたいな状態でしょ要は。一瞬荒木理論と矛盾するようなことを言いますけど、うん、しかし荒木理論で重要なのはやっぱり <laughs> そ,そこでね運が悪くても自分のこの力で。 もうちゃんとと切り開いていてくのだやはり強い意志を持ってあの自分の道は自分で決めるんだっていうねこれ荒木理論のいいところですか,、ね、なんか面白いのは自分の力で切り開いていくんだっていうとてもこうエンパワーメントされているような状態というか力がみなぎっているような状態でありながら、うん、でもこれは俺がすげえ体みたいな能力主義に陥ってないっていうところが重要なんですかね。そうだね僕は 腹切理論はそうなんですよ。なんで腹 <laughs> 論は基本的にはそういうふうに考えるんだ <laughs>。うん。ただ能力が関係ないことも結構ありありませんかと思って。<laughs> どういうことですか？うん,うん例えばうんまあ私はね放送局のアナウンサーですけれども、うん、この番組で出会った人たち、うん、共演者の皆さんのことを すごい心から尊敬していてこういう人たちとできてよかったと思うんですよ。なんか意地悪してくる人もいないしいじめてくる人もいないしもう毎日楽しいお話でごて楽しいででも世の中には例えばなんて言うんですかねの下で足を蹴ったりとかいろんな人がいるからそれは運で自分が決めたことじゃないからああ 全くまあそういうこともあるね。そ,そうですよね。はい、うんうん。自分にそういう裁量権はないので、うん、本当に運が良かったとしか言いようがないなって思うんですよ。ああ、だから本当に巡り合わせというか、はい、自分で本当にとことんコントロールできない。だから他者ですよね。うん、他者の問題とか場所とかって割と運っていうことが大きいというか偶然性と言ってもいいかもしれないけども、はい、でもそれがたまたま。 自分にとってとても健全に働き続けると運が良いってい、ね、言っていいっていう状態ですかね例えば世の中的に言ったらね、うん、席が隣の人とか四、まあ、月ガチャにも関係してきますね,、うんまあ、ね確かに今回結構実は四月ガチャに関係してますけれども、うん、はい さあ今日はですね、えー、じゃんけん小僧からサンデルまで名前が飛び出しましたけれども、<laughs> 運が良いかどういうことについて考えてみました。皆さんは何を考えますか。長いで水曜の哲学者たち、リスナー分のあなたからもささやかな哲学的問いお待ちしています。メールアドレスおいでよアットマーク jyqr.net です。